はい、どうも皆さん、ハローグッバイです。本日からですね、マインクラフトプレイステーション4エディションでですね、プロ野球12球団の本拠地を作っていくシリーズというのを始めていきたいと思います。で、今のアングルは決して皆さんをですね見下してるわけではありませんというところで、まあですね、まあ、YouTube のコミュニティタブで、アンケート取ったらですね、意外にこのマインクラフト見たいという人がいてですね、まあ現時点で約2000人ぐらいですかね、まあ、見たいというふうに投票してくださってる人がいるので、晴れて、まあ、11月からですね、こうマインクラフト実況動画企画をやっていきたいと思ってますと。で、今回はその、企画をやるにあたってですね、まあ、企画の概要説明と、まあ今、サバイバルモードでやってるんですけど、まあ、その建築、村の建築状況と、あとは、まあ第1弾ということでメッドライフドームを作っていくので、どういう形で、メッドライフドームを作っていく構想なのかっていうのをお話ししたいと思います。なので、まあ、シャープ1と言ってますけど、まあ、実質シャープ0みたいな感じですかね。はい。で、結構有名な YouTuber の方だと、この視点でね、こう、キャラクターが喋りかけるような感じで、説明する人もいるんですけど、ちょっとこの動き慣れてないんで、基本的にはこの視点でね、ちょっと説明していきたいと思いますと。で、まず、企画の概要なんですけど、まあ、まんまそのままで、プロ野球のですね、NPB の12球団の本拠地をこうどんどん再現していこうというところですと。で、まあ、将来的にはですね、まあ、ライブでですね、みんなで理想のボールパークを作ろうみたいなのも考えてまして、まあ、こう夢の企画、まあ、メジャーなんかにあるようなね、左右非対称の、球場だったり、まあ、ウォータースライダーがあったり、まあまあ、野球場に関わらずね、限らずその例えばサッカーチームの、スタジアムみたいに周辺がもうショッピングモールになってるとか、まあ、そういうのもこうやっていけたらいいなと思ってます。で、ただその理想のボールパークを作ろうという企画を、するほどの建築技術がないのと、まあ、ライブしながら、作っていくなんてことが、まあ、多分でき現状できないんで、そのレベルアップも兼ねて、まずは、12球団の本拠地を作っていくというシリーズをやっていきたいと思いますと。で、まあ、最終的にはというか、まあ、番外編で来年ちょっとねメジャーの観戦にも行こうと思ってるので、まあ、そこでね視察もしてきて、海外編というのもちょっとやっていけたらなというふうに思ってます。はい。で、まあ本当はですね、もう1球場ずつ完成するたびにそれをこうガンと PV 風に見せちゃった方がいいとは思うんですけど、まあ、かなり時間かかるんで、なんかそれの完成だけ見せるっていうのもなかなか、きついものがあるので、まあ、まあちょっとこのメッドライフドームはですね、試験メッドライフドーム編は試験的に、まあ、大体10回ぐらいに分けて、まあ、徐々にこの進捗していく状況を見せていくというようなスタイルにしたいと思いますと。で、まあ、本題のこのメッドライフドーム動画を作るよっていう話なんですけど、まあ、今、この見張り台から見てる、この奥の方ですね、こちら側に、西武ドーム作っていきたいと思ってますと。で、おあつらえ向きにこのこっちの、家のね後方の方に森が広がってるんですよね。なので、まあ、ちょうどこの西武ドーム周辺のこのちょっと自然共生型の雰囲気が出せると思うので、まあ、これをバックにしながら今この広く整地してる部分ですね、この整地も結構時間かかったんですよ。この見晴らし台の1個下ぐらいの高さぐらいのところで山あったのをようやく削ったという感じなんですけど、まあここにでっかくまず、メインのですねメッドライフドームを作りたいと思いますと。で、まあ左側ぐらいですかね、この辺りに、第2球場を作りたいと思いますと。で、それでここにメッドライフドームがあるので、それに至るまでの道というところに、まあ、周辺のですね球場のこのファン、クラブ勧誘の、人がいたりとか、まあ、グッズ売り場とか、まあ、場外グルメとか並んでるようなこの出店の
ところをまあこの辺に作って、その後はですね、まあ西武球場前駅を建築して、で奥側の方にですね、まあ西武ファン、特に学生なんかが御用達の、ファミリーマートを作って、最後左側の方にまあバス乗り場ですね、まあ、僕含め立川周辺にホテル借りて西武ドーム行ったり、あ、メトライフドーム行ったりするんですけど、その時によくバス使うので個人的な思い入れもあるので、そのバスというところまで作っていきたいと思います。で将来的にはですね、まあ知ってる人、特に西武ファンの方ご存知だと思うんですけど、まあ西武がですね180億円をかけて、球場を大改修するというところなんですね。でその球場のみならずね、まあ、室内練習場とか寮とかそういうところもこう新設するというところで、まあ西武球団からですねこの構想も出てるんですけど、まあ結構、球場の周辺施設の、アップデートもかなりグレードアップって言った方がいいのかな、する予定らしいので、それが3年後ぐらいに完成するっていう話なので、まあ、この企画をまあ、2018年中にこのやって、徐々にねその球場が改修されていくたびに、この企画もそれに合わせて企画、アップグレードできたらいいなというふうに思ってますというところですね。でまあご覧の通り全く今、西武ドームはですね姿形もないので、今日はそこをこの、お見せすることはできないんですけど、まあ今後ねこれがどんどんこう進んでいくというのを楽しみにしていただければと思います。でこっちが今、僕が作ってる村の、状況ではあるんですけど、まあ、まだ何にもできてないっていう感じですね。若干村っぽくなってきたかなっていうぐらいなので、ちょっとそこをね今日はお見せしたいと思います。でまずこの今登ってきた、見張り台とかですね、この倉庫とか、まあ、今マグマタワーとか家とか、これ全部、まあ、YouTube に落っこちてるやつを、まんま模倣しただけなので、これ注意してほしいのはパクリじゃないですかね、模倣をしてますと。でここ堂々と宣言してるんで、まあ、別にこれで再生回数稼ごうとかそういうつもりはないんで、あくまでマインクラフトの建築技術を学ぶ上で、ちょっと参考にさせてもらったというところなんで、あんまりこの辺をね自分が作った風に説明するとまだいろいろ叩かれるかもしれないんで言えはしないんですけど、まずねここの謎の豆腐の出っ張りなんですけど、これもともと本当に最初右も左もわからないでマインクラフト始めて、とりあえずあった知識の中に夜をしのげっていうのがあったんで、とりあえずこう急場しのぎでこの豆腐建築をしたわけですね。でその隣にこの家をね作っていったんですけど、まあこの男のこの計算のできなさがまんま現れたんですけど、1個2、3個ぐらい左にずれてればよかったんですけど、がっつりこのね家の右側がもともとあった家にこうかぶっちゃったんですよね。でまあ普通にこう取り壊してもよかったんですけど、こうマイクラあるあるだと思うんですけどね、この最初に作った、ダサくっていうか勢いで作った無知識で作ったような、建築をそのまま残したくなる症候群っていうのがまああると思ってて、なんかこう壊すのももったいないなと思いながらここにちょっと今ある状況になってますね。なのでここにあるここもね、遠くを、観察する用と、あとはまあ遠征した時に何がどこにあるっていうのをこう、目印になるために高い塔を建てたんですよね。でこれももうあの見張り台ができちゃったのでもうお役御免ではあるんですけど、なんかこう最初に作ったものは残しておきたいっていうところで、まあ、これがありますと。実際こっちの方がねあの高さ的にもまあ、見栄えというか見晴らしの良さ的にも結構役には立つっていう感じですね。であそこに今、ちょっと高すぎて見えないですけど牛と、豚と鳥と、羊がいて、であそこが、まあ、自動小麦、回収機があって、その奥に、
これがねツリーファームですね、自動原木回収機がありますと。であそこに、道が続いてるのが、まあ採掘場でいいのかな、まあ、ブランチマイニングをするための、採集場があそこに広がってますというところですね。あとはここにね道がつながってるのは実はあれ、ネザーに続く道なので、まあ、現状ね、うわやばい死ぬ、あっぶね、あっぶね、死ぬ死ぬ、あっぶね、あっぶね、まあちょっと今落ちちゃった方が絵的には良かったのか、まあいやいや、オッケーオッケーオッケー。でここに、まあ、ネザーに続く洞窟が広がってるというところですね。でまあクリエイティブでやっちゃってもいいんじゃないのっていう人もいると思うんですけど、まあ何回かねクリエイティブもうやったんですけど、なんか張りがないっていうか、当たり前のようにこのものが全部あって、まあ、それをこのふんだんに使っていくっていうのは、まあ効率という面ではいいんだとは思うんですけど、まあ、いかんせんね、なんかこう緊張感がないですよね。こう何かに襲われるこの危険性というか心配もないし、まあこう全てが用意されてるっていうもの、素材がなんかそれだと味気ないっていうか、やっぱこのまあ良い子のマイクラで浜口さんも言ったんですけどね、まあマイクラってやっぱ不便さを楽しむゲームだと思ってて、こうその不便さの中でいかにこの自動の、マシンを作って便利にしていくかとか、まあありものの中で、こう建築していくとか、なんかそこにこのなんだろうな、面白さがあると思うので、だからちょっと個人的には、このままですねサバイバルモードで進めたいと思ってます。でまあ公式にはちょっと募集できないんですけど、まあできれば一緒にね、やってくれるという人をちょっと今募集してるので、ちょっともうお前一人じゃ父として進まないから俺が助けてやるぜっていう方がいれば、ぜひ一緒に建築を手伝っていただければと思います。まだ、最悪ね建築は僕がやるんで、まあ、整地が大好きだっていう人とか、まあブランチマイニングをとにかく没頭できるみたいな、そういう方なんかがいてくだされば、まあちょっとね助けになってくれればと思います。もっとね整地してくれる人がいるだけでどれだけ助かるかと、でブランチマイニングをもっとひたすらやってくれる人がいるだけでどれだけ助かるかっていうところなんで、まあ今自分でもこうコツコツやってはいるんですけど、なかなかねこう別の本業というかね作業もしつつっていうのが今両立できてない状況なんで、まあ、我こそはという人がいただければ一緒にやりましょう。なのでそういう方はですねツイッターなりこのコメント欄にまあ手伝わせてくださいっていうのをちょっとコメントいただければと思います。で一応これがネザーで集めた用具ですね。全然ないですけどね、この暗黒石英とか結構ね白い建築をする上で結構重要なんですよね。野球場でも結構線を引いたりとかね、あるいはその西武ドームも割と白い部分も多いんで、この辺がないと結構球場ができないので、ちょっとネザーにも行かなきゃいけないんですよね。で一応これがまあ鉱石類なんですけどね、まだ鉄もまだこれぐらいしかなくて、金も、これぐらいで、ようやくダイヤがちょっと増えたかなっていう感じなので、またまだねブランチマイニングの必要もあるし、まあ、こういうこの、エンチャントするためのね素材とかも全然ないので、まあそのサバイバルモードを楽しむというその装備用具もまだまだ足りてない状況ですね。でまあおなじみなんですけどね、レッドストーンはもう有り余ってますという感じです。はい、っていうのが今の状況ですね。でまあこんな感じで、やっていくので、徐々にですね、メットライフドームが、まあ、輪郭ができるごとに、まあ今日みたいな10分15分ぐらいの動画を上げつつ、まあ間にライブとか入れてね、最後のところはまあプレミア公開みたいな形で、まあ PV 風の動画を見つつ、ちょっとメットライフドームを探索するみたいな、企画をですね最終回にやれればと思ってます。でまあ投稿頻度としては、まあ
理想は週1ですけど、まあ週2とかにできたらいいけど、まあ週1あるいは2週間に1回とかになってしまうかもしれないですけど、でまあ今日ね、この動画を上げた理由の一つが自分のケツを叩くためなんで、まあ、いつまで経ってもやるやるって言いながら、やっぱ第1回をやらないとなかなかこのその後を頑張ろうとしない男なんで、まあ、まず一回こういうのを上げてみましたというところです。で、まあ、今日ちょっと勢いで喋ったところもあるんですけど、まあ、ちょっとこの辺が分かりづらかったですとか、こういうこともやるんですかみたいな質問があれば、お答えしますので、ぜひ、コメント欄の方に、投稿していただければというふうに思います。というわけで、本日の動画は以上になります。で、これからですね、まあ、結構な長丁場にはなると思うんですけど、まあ、ちょっとね、自分の好きなね、西武の本拠地なんで、まあ、ちょっとメットライフドームはかなりクオリティを上げていきたいというふうに思ってるので、まあ、過去に球場建築したことがあるっていう人とか、まあ、マイクラの建築には自信があるという人は、ぜひね、アドバイスとかを、いただけたらというふうに思います。で、というわけですね、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とですね、いいねボタンの方よろしくお願いします。